こんにちは。エンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は、儲かる商品探しの秘訣、コツ、あるいは鉄則というものですね。必ず見つかると自信を持って検索する。これが非常に大切です。もともとね、あるんですよという話はしてました。またね、興味を持って楽しく見つけられるものを見つけてくださいという話もしてました。ただこれ、最近ね、心理学の勉強して気づいたんですけど、やっぱり根拠があってですね、まず人は選んで物を見ていると。興味があるものは目につくっていうね、のは、皆さん、経験あると思うんですけど、そんな生易しいもんじゃなくてですね、興味がないものは全くないのと一緒ということです。で、私ね、BMW っていう車あんま好きじゃなかったんですけど、たまたま旅行に行った時ね、BMW の SUV、X3 ってのを乗ってみました。なかなかいい車だったと。そしたらですね、急に街の中に BMW の X3、X5、SUV がですね、たくさん走ってることに気づいたんですね。今までは全然、BMW ってあんま走ってないなと。アウディとかね、ポルシェのカイエンとか、あたりが目についたんですけど、BMW もいいねとなったら、この BMW が、もう、ゴロゴロ走ってることに気づきました。それから以前、子供ができる前はですね、お腹の大きいお母さんとか、いてもあんまり目に入らなかったんですけど、最近というかね、子供が生まれてから、あるいは妻のお腹が大きくなってからはですね、もう、至るところで妊婦いっぱいいるねと、ね、みんな子供産むんかいというぐらいの勢いで、妊婦が目につくようになりました。やっぱり、興味を持ったもの、あると分かっているもの、自分と関連があるものは非常に目につきます。あと楽しく見つける。ね、興味がないものはこれらに当てはまらないんで、ないのと一緒なんですね。見ようと思っても見つからない。だからね、まんだらけに仕入れに行って、2度行っても3度行っても仕入れられませんという方がいらっしゃるんですね。で、そういう方は私がスカイプでナビします。そうすると不思議なことに見つかると。見つかると、一度見つかるともあるっていうの分かりましたからね。二度目、三度目はどん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 見つかっていくという現象が起きます。興味を持てるものを、扱いましょうと。あると信じて探してくださいと。今までね、話をしたんですけど、これは心理学的にも正しかったと。で、さらに、興味があるものしか世の中に存在していないと。興味がないものはないのと全く一緒。ね。頭がね、全部の情報を判断すると大変なんで、情報をカットしてしまうんですね。そういう作用があるそうです。ですから、儲かる商品ない、そんな3倍以上で売れる商品なんてないんじゃないのと。ね。ないと思ってるってことは、もうその通りになります。目の前にはいっぱいあるのに目に入らないですね。不思議なことに、3倍差額のなさそうな商品ばっかり手に取ってしまうという現象が起きます。そんな形で、儲かる商品を見つける秘訣。マインド論になってきますけど、これは非常に重要です。心理学的にも裏付けがあります。必ず見つかると自信を持って検索してください。以上、天文アカデミー、堀秀夫でした。